ネットの番組やらせてもらってんじゃん、うん、でさあのそこでさ一回カラオケの企画があったあのねあの言ったらそのインターネットの番組ね昔一緒だったダイスっていう5人組がいて、うん、でこの5人組があのもうその番組卒業してで今もうあの活動してるんですけど、うん、あのすごい人気が出てきてでめちゃくちゃ人気あるそうこの間の品川ステラボールっていうところで、うん、ファンミーティングあるわはいファンミーティングファンミーティングみたいなその MC をやらせてもらったやらせてもらいました去年の年末ねそうそうもうだいぶ前のでそこでさあのカラオケの企画があって、うん、であのカラオケのソファー用意してカラオケの機械用意してで俺ら2人とダイス5人でカラオケに来てるみたいなみたいな設定でちょっとしたコントみたいな、うん、でその中で抽選ボックスがあって、うん、その中にボールが入ってて、はい、で弾いた人2人歌うみたいななんて。でそんなのダイスのファンミーティングだから、うん、ダイスの5個だけ入ってればいいですけどそうなんですよそうダイスが気使ってくれて俺らに俺らの名前も入れてくれたいらないのよ、うん、そうそう誰も俺らのカラオケなんて聞きたくないんだからそうそうファンミーティングファンイベントでそれで俺がボール引くで一回頼む出ないでくれ俺と思って、うん、頼むお願いと思ってバッて引いてしたら俺じゃなかったの、うん、ダイスの一人だったの、うん、でよしよしなんとかあと一人行きますっつってこうやってバッてやってパッて引いたのそしたら俺の名前書いてあったのその時さ、うん、覚えてる？何？ああ村上だーって俺言って。え、マジで？そう、ごめん、あれ、あの時そう、俺嘘ついたな。お前、クソ最低だな。お前、それ覚えてる？お前、その中で俺がライオンハート歌ったじゃねえか。最悪だよ、お前。なんでお前が出たのに俺がライオンハートみんな聞きたくもない。800人とかいるさ。俺それ、ダイスは。それ俺謝最低だな俺それ謝んなきゃいけないと思ってマジ最低だなで今その、うん、その話があったからそれちょっとなんで今言うんだよお前しかもひどいなこんな公衆の面前ってかそのお客さんとかファンとか俺らの人が見てる前で俺がこんな言えないって分かって一番最低なやつだ